サンタナは中国のフォルクスワーゲンが生産する乗用車である。1980年から1988年まで生産されていたフォルクスワーゲンの乗用車、パサートの姉妹車であり、同モデルのセダン仕様に関された名称である。サンタナの名称はカリフォルニア州などアメリカ合衆国南西部やメキシコ合衆国で秋に強く吹く季節風の サンタナに由来し、主に南アメリカや日本、中国市場において用いられた。第二世代パサートからの派生車種は、様々な名称で販売され、中国では現在まで製造、販売される、国民車的存在となっており、ブラジルでも2006年まで製造、販売されていた。1973年に発売された、フォルクスワーゲンの中型乗用車。 パサートには、セダン、ワゴン、ハッチバックがあったが、1980年に移行した、第2世代では、ワゴンとハッチバックだけとなった。その際に、セダン型の後継モデルとして新たに独立したモデルが、この、サンタナである。第2世代のパサートとサンタナとは、姉妹社の関係であり、いずれも、アウディ80とプラットフォームを共用していた。縦置きエンジンを採用し、 駆動方式は、前輪駆動のみの中型4ドアセダンであった。1981年より1984年まで、西ドイツを含めたヨーロッパ諸国で販売された。5ドアハッチバック及びワゴンであった姉妹車パサートは1988年まで生産され、第3世代へと移行した。パサート、サンタナは、ブラジルの現地法人である、フォルクスワーゲンとブラジルでも、 現地生産、販売された。ブラジルでは、1984年2月に、パサートの第1世代の後継者種としてサンタナが発売され、4ドアセダンに加えて2ドアセダンが存在した。1991年に、外観のみを、第3世代パサートに似せた、新型サンタナに、移行2006年まで製造、販売されていた。さらに、 フォルクスワーゲンとブラジルとアメリカのフォードモーターのブラジル法人との合弁会社であるアウトラチーナではフォードデルレーの後継者としてサンタナのフォード版であるベルサイユを1995年まで生産していたサンタナはフォルクスワーゲンと上海議社の合弁会社であるフォルクスワーゲン上海社によってセダン及びワゴンの初代モデルが継続販売されていた当初は ノックダウン生産であったが、徐々に中国産部品の割合が増え、1990年代には全部品の6割の国産化を達成している。初期のサンタナはウィンカーが外側に装着されていたが、後にバンパー部に移植され、ヘッドライトが外側に、フォグランプが内側に装着されるようになった。1999年には99新州と、 呼ばれる特別使用者が発売され、パワーステアリングやパワーウィンドウ、アルミホイールや体型ブレーキ、5速 MT が搭載された。翌2000年には正規新集と呼ばれる特別使用者が発売された。前年登場した99新集をベースに ABS やハイマウントストップランプを搭載。内装面もマイナーチェンジされた。 標準仕様のサンタナは2012年まで生産され、教習車やタクシーからパトカーに至るまで、中国の国民車の名に恥ず幅広く採用された。ブラジルで発売されていた、クアブタムという車両をベースにホイールベースを延長し、後部座席のスペースを広げた、サンタナ2000が1995年に発売された。プラットフォーム及びエンジンは、 サンタナと共通のため生産コストも安く、レザーシートや集中ドアロック、油圧パワーステアリング、パワーウィンドウ等の安全、快適装備も搭載し、芝叩く間に50万台を売り上げた。サンタナ2000では燃料噴射装置の進化もあって、最高出力は 101HP にアップし、ユーロ3排ガス基準をクリアした。 ボディ剛性も強化され、ABS も標準搭載されるなど、さらなる安全性の向上と装備、機能の充実が図られた。また、時代超人、自由復転等の特別使用車も多数登場し、オートマチックトランスミッション搭載車やサンルーフ搭載車も発売され、最高価格は18万人民元にも達した。2004年をもって、サンタナ2000は生産終了となり、 生産終了の翌日に次世代モデルとなるサンタナ3000が発表された。超越車と名付けられ、デザインはより滑らかになり、人々に先進感を与えるデザインに刷新された。全モデルの2000より、さらに全長を1 0トル伸ばし、後部座席の広さをアピール。また、エアバッグや ABS、EDS やイブド等の安全装備も搭載し、 強化されたボディと、相まって安全性も高められた。パワートレインは、先代のキャリーオーバーとされたものの、エアクリーナー等の進化が図られた。また、トランスミッションにシンクロメッシュを内蔵し、よりイージーなドライブが可能となった。2012年10月、フルモデルチェンジ版となる2代目モデルを発表。中国市場を主眼に置いたコンセプトとし、設計。 開発は、ボルフスブルク工場で行われた。エンジンはいずれも、新開発となる1.4リットルと1.6リットルの2種類のガソリンエンジンを搭載する。日産製、サンタナ日本では1984年から、日産自動車によって、神奈川県ザマ市にあった、日産自動車ザマ工場で、ノックダウン生産、販売された。1980年、 当時積極的な国外展開戦略をとっていた日産自動車の社長石原俊はフォルクスワーゲンとの全面提携を所望その足掛かりとしてサンタナの製造販売を提案した翌1981年大和証券の仲介によって同社のノックダウン生産に関する提携は成立したがフォルクスワーゲンはそれ以上の業務提携拡大には 関心を示さなかった。その後、日本におけるサンタナの販売は当初合意された月産4000から5000台の計画に対して生産を終了した1991年までの7年間の合計でも約5万台という不調に終わり、両者の関係も交代した。特にマイナーチェンジ後の1987年前後に多発した AT 社の暴走事故では 同年の衆議院第109回国会において、当時の公明党衆議院議員、草川正造の質問主意書にて、サンタナのアイドル回転制御装置の欠陥が直接指摘される事態にまで至り、その後の売り上げに大きな影響を与えた。後継モデルとして1990年に発売されたパサートは、この経緯により、当初日産によって取り扱い販売された。 直後の1991年、フォルクスワーゲンは、日本での販売に関して、トヨタ自動車と提携、日産との提携は解消された。形式は、当時の他の日産車と同じような、M30 が与えられたが、車検証での社名は、フォルクスワーゲンと記された。初代 M30 型ラインナップ取扱販売店1984年、17,418台。 1985年、12,281代、1986年、6,886代、1987年、8,426代、1988年、3,421代、1989年、1,219代。ありがとうございます。